頭の回転が速ければなぁ、と感じる時ってありますよね。今回は、頭の回転を速くし、脳を活性化させる習慣を9つご紹介します。1、日記を書く。寝る前に、その日、一日を思い出して日記を書く習慣をつけましょう。思い出す行為を日常的に行っていると、脳のトレーニングになります。そして、文字を書くことで脳が活性化するので、頭の回転も速くなるわけです。また、文章にまとめることで、要約力を身につけることもできます。日記を書くというのは、思い出す、文字を書く、文章をまとめるなどが複合されている行為です。頭をフル回転させることができるので、脳にいい活動だと言えます。2、一日の出来事を思い出し、言葉に出して言う。日記を書くのは、ちょっとという方は、その日、一日の出来事を、一つ一つ、忠実に思い出して言葉にするのもいいでしょう。大事なのは、頭の中で考えるのではなく、言葉に出して言うということです。この方法は、主に記憶力アップに役立つのですが、特に、同じミスを繰り返すという方におすすめできる方法です。例えば、今日はこんなミスがあった。同じミスを繰り返さないためには、ここの確認作業をしっかりやっておけばよいと、言葉に出して言うといった感じです。そうすることで、同じミスを繰り返しそうになった時に、ミスの繰り返しをしないようになるのです。3、良質な睡眠をとる。毎日の活動の中で、脳は膨大な情報を処理しています。なので、しっかりと休息させてあげないと、活動が鈍くなってしまいます。寝不足が続いている状態だと、脳に深刻なダメージを与えるという研究結果もあります。ですから、ちゃんと睡眠をとって、脳細胞を修復するようにしましょう。人によってベストな睡眠時間は異なりますから、最適な時間を見極めるようにしてください。良質な睡眠は、人間の健康を保つために重要です。不眠症などで眠りが浅い人は、睡眠のサプリメントを利用することをお勧めします。睡眠の質が改善されることで、仕事や勉強の効率を高めることができるでしょう。4、軽い運動をする。軽めの運動を行うと、体内の血流を高めることができます。そして、脳に大量の酸素を送ることができるので、頭の回転が速くなります。特に、ウォーキングやジョギングが効果的です。人間の下半身には、全身の3分の2の筋肉が集中しています。だから、足腰を動かすことで、効率よく血流を促進できるわけです。なので、頭がぼーっとして煮詰まってしまったら、近所を散歩してみてください。それだけで頭がすっきりすることがあります。ただし、激しい運動は禁物となります。過剰に運動すると疲れてしまうので、頭の活動も鈍くなってしまいがちです。また、仕事中に疲れを感じたり、集中力が切れたと感じたときは、すぐにストレッチで体を伸ばすのも有効です。特にデスクワークをしている方は、長時間同じ姿勢で過ごすため、体が固まりやすいので、ストレッチで体をほぐし、脳への血流量を上げるように心がけましょう。5、新しいことをする。今までにやったことがないような、全く新しいことに挑戦してみましょう。そうすることで、今まで使っていなかった脳の部分を活性化できるわけです。そして、新しい状況下においては、脳内でドーパミンが分泌されるので、脳の全体が活性化されます。脳にとって最も良くないのは、ルーティンワークです。いつもと同じことをやっているだけだと、脳内に刺激を与えることができません。なので、思考が停止して、頭の活動が鈍くなってしまいがちなんです。ですから、定期的に新しいことに取り組むことが大切です。6、人とのコミュニケーションを増やす。仲の良い人と雑談するだけでも、頭を活性化することができます。話したり聞いたりすることで、視覚や聴覚などが刺激されるからです。
相手の話を聞いて自分の意見を言うというのはかなり頭を使います。なので、目と耳を使って誰かと会話をしてみてください。人と話すということは、その人に情報を伝えるという作業になります。当然、情報を伝えるには伝わりやすさが重要です。この伝わりやすさが表現力であり、最初は苦手でもコミュニケーションを繰り返すうちに上手くなっていくものです。ポイントは、何を一番伝えたいのか?を常に頭で考えることです。そうしておけば、話の脱線を防げますし、相手に情報をスムーズに伝えることができるでしょう。もちろん、そのためには、相手の言葉を聞くことも欠かせません。これが、想像力のアップにつながり、話を聞いて想像力を養い、自分の言葉を伝えて表現力を鍛えるという仕組みになるのです。7、考え続ける癖をつける。日頃から考える癖をつけておくと、自然と頭の回転が速くなります。考える内容としては、明確な答えがないものについてです。例えば、今よりも売上をアップするにはどうするべきか?といった内容です。こういった問いには、複数の答えが考えられますし、完璧な答えなどは存在しません。あらゆる可能性を想定して考えていくと、脳が活発に働くようになります。情報処理能力が高まっていきますから、頭の回転が速くなるというわけです。8、時間内で作業をする。人は決められた時間内で作業をするときに、脳がフル稼働します。無駄な動きをすると時間切れになってしまうので、必要な作業の整理や優先順位の決定などをする必要があるからですね。なので、仕事を行うときには、何かしらの制限時間を設けるようにしましょう。時間制限による緊張感によって、脳は活発になるはずです。だらだらと仕事をするよりも、明らかに頭の回転が速くなりますよ。9、机の上を整理、整頓する。机の上が散らかっていると、気が散ってしまうので、頭の回転が鈍くなってしまいます。いろいろな情報が目に入る状況を作ることで、注意が散漫になってしまうからですね。そのため、作業スペースは、できる限りきれいにしておいてください。無駄なものを片付けてすっきりさせるだけで、余計な情報を遮断することができるので、頭がスムーズに回転するようになるでしょう。以上、いかがでしたか?考え方や意識次第ですぐに実践できることばかりでしたね。一度にすべて取り入れることは難しいかもしれないので、一つずつ実践していくといいですね。